毎年誕生…あれ？え？桜島噴火した。え？やばいっすね。飛ばないかもね。ジャンプビーデナイトです。この度はご視聴ありがとうございます。皆様いかがお過ごしでしょうか。おはようございます。はいはい、7月の今日が25日でございます。今から夫婦揃ってですね、奄美大島に向かいたいと思います。7月の28日が私の誕生日で、29日が妻の誕生日です。なので、こんなわけで毎年誕生…あれ？何？桜島噴火した。え？ここ…え、でもタクシー呼んでるもんね。ちょっと、え？一回ちょっと状況確認します。え、マジ？ちょっと、え？うわ、桜島で噴火警戒レベル5に引き上げ、33世帯避難指示。え、飛ぶかな、これ。飛ばないかもね。確かこれで前飛ばなかったことあったよね、確か。おっと、でももうちょっと行かないとね。やばいっすね。空港は朝8時、7時に着いておけばいいから、時間まだ全然いいけど、ちょっともう空港行って確認やな。今回の荷物着けたら行きますか。ありがとうございます。空港には着いたね。着きました。もし飛ばなかったら、もし飛ばなかったら、こう直行があるんだよね。大阪伊丹が関空にあるので、飛ばなかったらそこまで飛びましょう。マジまあまあするよ多分。違う、こういう時って保証、いや聞かないでしょ。払い戻しはあるかもしれないけど、あ、全額はないか。ないだろうね。飛ぶ？それ違うよ。ANA だった。あれ、あ、向かった。スカイマーク。飛ぶ。手続き。飛ぶ。みたいです。スカイマーク、あれだけ飛んでこないように。上空は曇ったりしてるのかな。残骸で無事登場しました。あとは安全に鹿児島に着く、や奄美大島に着くことをですね、祈ります。どうよっしゃ、奄美だ。奄美に飛ぶそうです。いや、本当に今グレーです。レッツゴー。お願いします、運転。今回も西郷レンタカーさんで車を借りまして、今からいつもお世話になっている山田コーヒーさんに行って、ちょっとね、ご挨拶だけしていきたいと思います。オープンしたからね。そう、新店舗がですね、新店舗というか、お店が移動しまして、そこの移動が完了したそうで、ちょっとお祝いに行きたいと思います。オープンしてる。なんか買ってきたね。青春です。お祝いです。洗う心、初心忘れるべからず。いい言葉ですね、はい。相変わらず、これセルフビルドって言って、自らお二人で建てられたんですからね。すごいな。あ、ここも出来上がってる。いける？うん。山田さんのコーヒーいただきます。
美味しい。入れ方でこんなに変わるんですね。あ、徳永さんがいらっしゃ、いやもう全然違うよ、なんでだろう。美味しい。まーす。これが、そうだ。めったに合わないですよね。そうだ。美味しい。うん、本当だ。ちょっと音声は入ってませんでしたが、ちょっと音楽が流れてたんでね、お祝いをお渡しできましたね。はい。で今から我々は昼食のため島豆腐高野に行きます。毎回やね、ここは。いや、行かないとダメですね、あそこは。本当に美味しいんで、ぜひ。ただ量がすごい多いんで、注文の際は気をつけてください。はい、私は湯葉春巻きです。これは最高です。いいです、おすすめです。2泊はこちらの、いつもおなじみミカさんの新しい宿、ホーリーキャンプカーサで泊まります。あ、ここが新しくできたバーベキュー台。そう、すごい。カフェもオープンされたみたいですね、下の階が。私たちは泊まるので下です。おはようございます。おはようございます。くしゃみしつつ外でちょっと朝食をね食べたいと思います。山田コーヒーさんのコーヒーですね。はい、ありがとうございます。お疲れ様です。はい、おはよう。おはよう。うまそう。山田コーヒーさんのブラーニー、うまっ、うまっ。もし誕生日。あ、そうだ。いつ7月28日。今からなんですが、妻が今かぶってるのはビートキャンプキャップの新色です。まだ発売してないんですけど、これの写真を撮りに行きます、販売するにあたり。はい、今撮影中です。OK。 はい、一番良かったけど、これとか見て、これいいじゃん。ビビってる感じが。なわけで、今から別の場所で撮影してまいります。場所は僕の結構好きな撮影ポイント、ハートロックで。今日はめっちゃいい天気です。今日も、はい、写真撮り終わりまして、妻が撮ってくれた写真がこんな感じですね。妻もですね、実は
ターバンをね作っておりまして、こんな感じで私は写真を撮りました。あの本当に思いがこもったターバンなのでちょっとチェックしてみてください。妻が昨夜から仕込んでくれたカレーです。玉ねぎとトマトしか入ってない、はい、玉ねぎとトマトしか入ってない。あとスパイス、うん、あとココナッツミルクか。様子を見てくれって言われまして、私が作った卵はこれなんですけども、ちょっと火が入りすぎましてチャーミング、ちょっと IH の使い方が分かんなくてね。そんなわけで39歳になりました。ありがとうございます。バースデーボーイナイトです。今日はいろんな人にありがとうって言わないとね。そうですね、今までこう無事39歳を迎え、こんな素敵なところで誕生日を迎えることができたのは皆様のおかげでございます。いつもありがとうございます。天気がいいので、まあ海にでも入りたいですね。すげー、誕生日ケーキ、お誕生日おめでとう。コーヒー and then she mops it to be yourました。本当にねすごく素敵な夏休みを過ごすことができました。ありがとうございます。無事ですね39歳を迎えることができました。そしてですね妻もね、こんな形で誕生日をね祝いまして、友達とそして、まあ、いつもねお世話になってる方がね本当に素敵なサプライズをしてくださいまして、素敵なですね誕生日を妻もね迎えることができました。7月28日が僕の誕生日で、29日が妻の誕生日、30日が結婚記念日で、31日はですねまあオフという形で、まあ、4日間はですね内藤家の、まあ年に一度の大型のね、オフにしようという形で、はい、いつもですね奄美大島で過ごさせていただいております。そんな形でですねまた奄美大島今年まだまだ何回か行くと思うんですけどもね、これからもね奄美大島の魅力をですね伝えていきたいと思います。そしてこっちですね、ビートキャンプキャップのベージュがですねサンプル上がってきまして、おそらく発売が11月頃になると思います。これワッペンの色をね、まあ、そのまま前のチャックボールグレーと同じようにしようかなと思ったんですけど、ちょっとね色を変えたんですよね。めっちゃいい感じになりました。あと皆さんにご報告なんですけども、やっぱりこれも YouTube もう少しですね僕これからもっと気合い入れてやっていこうと思いまして、毎週金曜日21時、夜9時ですねに、動画をアップしていこうと思います。今曜日と時間を決めまして動画をねアップしていきたいと思います。ですのでですねぜひ皆さん応援のほどよろしくお願いします。もしですね金曜日の21時に動画が上がってなかったら、おいナイト何やっとんやと、あのねツイッターでもインスタグラムでもね言っていただければと思います。あっと思ってねあの上げると思いますんで、はい、基本的に週1本上げていく予定なんですけども、まあ、やはりですね更新頻度も伸ばしていきたいなと思いまして、あとは火曜日とかにもね、まあ、サクッとした動画とかもね上げていきたいと思いますので、ぜひですね楽しみにしておいてください。奄美大島ね本当に素敵な場所なので、ご興味ございましたらですねぜひ行ってみてください。はい、Twitter、Instagram やってますのでね気軽にフォローしてください。そしてはい、チャンネル登録もですねぜひよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ビートナイトでした。バイ。